いやもうシングルアイテムに入ったんじゃないかと言われている中で、うん、ガートナーはもう厳密に入ったよと言ってきたていうのはこれは公開せずになんかちょ軽めのチャットボット形式だけでだし、うん、この6が本命なんじゃないのかみたいなスケール速は続かないという派です g p t 5 6が出てきてからの判断かなと思いますねついに1億トークンというのが出たみたいすごいですよねなんか100万トークンでみんなビビってましたです,けどねですよね100万みたいな。 これはなんか、食器を片付けて。これは中に人が入ってるでしょう。<laughs> ダウンロード数が。いや3億5 0 0万回って誰がダウンロードしてるんだと思いますけど、<laughs> そんな人間って今70億とかですよね。そ,そんな20人一緒に一人ダウンロードしてないんだろうと思うんですけど。はい、こんにちは。こんにちは。ニュースがあったのかどうか。 <laughs> あのニュースないっちゃないんだけど、でも、よくよく考えると、すごいことだな、うん、みたいな話がね、そうですよ、まあ、ニュースというか、結構いろんな噂とか発表みたいなのが、よく読むと、すごい面白いなっていうのは、ねねえっと、ちょっとなんか、一般メディアだったら、サクッと流してしまうことなのかもしれないですけど、うんうん、詳細を見ると、うわ、これ、めっちゃすごい話じゃないのみたいな、そんな感じのことが多かった、ね、という感じですかね。はい、はいそんな感じだと思います 今週のトピックスはこんな感じですね。話題になった GPT の次の次の話が出てきたとかいうこととかね、そ,ねうん、それから、まあ、ガートナーが AI のハイプサイクルが厳密に入ったということをこれ宣言したというのは結構大きい意味かなと思います。うんうん、これびっくりしましたね、はいはいはいで。注目インタビューとしては、今日はプリンストン大学の先生がいろいろ言ってるというのをちょっと遠藤さんにも聞いてもらいたいなと思って持ってきました。 あと、エネルギーが無料になるという話であるとか、あとは、はいえー、リアルタイムでゲームができるとか、長いコンテクストの話であるとか、えー、ラーマーが伸びてきているという話とか、それから、まあ、ロボットの話ですよね。人型ロボットみたいな話。うんうん、それとなんか、れすごい、個人的には動画がすごい、うねうね動くんでちょっととっ、ね、ね、あれすごいですよね。えー、すごい。えー、中に人が入ってると、ね、<laughs> 言われるぐらい。多分、中に人入れて学習させたんじゃないかなと思ってるんです、<ー>そこら辺も話そうと思ってます。 なるほど、なるほど。あの、はい、ヒューマノイドロボットをイーロン・マスが最初にプレスで発表したときに、本当に中にあれ人を張ってたんですよね。<laughs> あれね <laughs> 俳優さんをやって雇ってね、それでクネクネ動かしてたみたいな。それ2年間、それは前ですけど、今本当にロボットでそういうクネクネ動くようになったってうのがすごいですよね。うんはい、楽しみです。ですね、はい、じゃあ早速、一つ目のテーマから、はい、お願いします。GPT-5 ですね。ずっと、出る、いつ出る、出る、出る詐欺。 これなんか夏とか言われてたのに、最近なんか11月というふうになってきましたよね。そうですよね。なん,ねなんか大統領選もじゃないかみたいな言われてますよね。よねはい、あれ、な,なんでしたっけ、なんかアンソルピックと一緒に国の。 なんか安全委員、ね、そうですね、当局に今、はい、あの提出しているというふうに、これは噂でもなんでもなくて、はい、本当に、うん、あのサム・アルトマンが X で呟いてましたね、提出しますというふうに、うん、だからまあ本当に今、提出中なんでしょうね。うんねはい、それで遅れたのか何か、ちょっと分かんないです、まあ、みたいなことはやる、た多分あとは大統領選の前に出すと、それでフェイクニュースとか多分乱発されたりとか、な,ね、なんか、はい、余計なことが起こると嫌なんでっていうのもあるんじゃないかなと思うんですけれど、はいまあ、いろいろ噂が。 出ていて、はい GPT-5 とセットで GPT-6 ですね、g p t の6の噂とかもセットで出てきていて、はい、でそこで言われてるのは、この GPT-5 っていうのがもともとストロベリーって言われて、そのいろんな、まあ、計画立ったり推論能力が高いですみたいな言われてるモデルですけど、はい、なんか最近の情報だと、GPT-5 は GPT-6 を学習するための中間モデルというか、 そんな扱いですよみたいな情報もあって、この GPT-5 を使って合成データですね。あの、これまでのインターネットとかから拾ってきたデータって、すごい量は多いけど質は悪いみたいな感じのデータが多かったんで、それを GPT-5 を使って各分野ごとにその精密なテキストを作ろうみたいな感じですよね。それでそういう教科書みたいなやつを各分野ごとに大量に それを元に GPT-6 を学習させるみたいなそんな噂が出ていて GPT-5 の,の LLM は一般公開しないっていうのはこの5は結構そ,のそういう強力な合成データを作るのにいいみたいでしてでこれを出すと他のところにも真似されるからと思うんですけどこれは公開せずになんかちょ軽めのチャットボット形式だけでだし この6が本命なんじゃないのかみたいな。確か概要そんな感じだった。そんな感じでしたね。これ、GuyInformation、はい、という動画。 スパ抜いたんだと思うんですけど、うん、ザインフォメーションってなんかね、オープン AI にめちゃめちゃ強くて、これまでもいろいろな独自ネタをね、出してるのがザインフォメーションっていうとこなんですけども、でもそのザインフォメーションが4月ぐらいに GPT-5 は夏にリリースとか言ってたんでね。あそこのメディアですか。そうなんですよ。だからもう外してはいるんですけど、外してはいるんですけど、まあめちゃめちゃ中に詳しい人とつながってるのがいろいろ出してきますよね。で、うん、僕はね、一番面白いなと思ったのは GPT-6 これが本命みたいな、これがなんか AGI プログラム。 っぽいっていうか大きな勝負をここにかけてるんだなっていうのが結構あそうなんだみたいなのが面白いなと思いましたね。そうすねたどうでした？自分も結構びっくりしました。いや結構ファイブでドーンと上げてくるのかなと思ってあのもとオープン AI が出してきたこのチャートみたいなやつも2024年にすごく知能が跳ねてたんですよね。それがファイブかなと思ったんですけど、なんかこの話を見るとファイブでそこまで跳ねないのかそれか アサママ・アルトマンも一気に跳ねさせないねみたいなこと言ってたんで、うん、わざとワンステップ置いてるのか、何なのかわからないですけど、うんうんね、こういう出し方すにちょっと意外だなというか。そうですね。去年の12月、年末に何かのイベントに登壇したサンマ・アルトマンっていうのは、今年大きく跳ねますよって言ってたんですよね。うんうん、でも、半年経ってみると、いや、今年跳ねさせるのやめて、その次にしますみたいな、うん、そんな感じなんで、<laughs> あ 何があったのかなやっぱり安全性の問題で政府の認可を得てからじゃないと危ない。うん、やっぱり危ないって言われてなんかみんななんかやめていったじゃないですか、オープンエアの人、ね、は,いは,いはい。半数ぐらいやめたらしいんで安全安全チームがやめ,、ね、やめました、ね、やめたんでね。だからやっぱりこのままだすとやっぱりやばいので、はい、国からお墨付きをもらってからということにしたのかなという感じがしますよね。うんうんうん、かもしれないですね。まあ、そういう意味では。 あもしかしたら国に先に提供して、また中国となんちゃらみたいな、なんかそんな想像もしつつ、うん、あと結構ポイントなのは、この l l m は一般公開性チャットボット形式でっていうのが、うんうん、これ多分 API 出さないってことだと思うんですけれども、チャット GPT には載せてくるけどってことですよね。はいうんうん、なんで、結構システムに GPT5 を組み込んでどうこうみたいな風に考え、うん、まあ、私もそういうの考えてたんですけど、あそれはまだ。 使えないんだなっていぶ残念感というか、<ー>プロジェクトには使えないなみたいな。開発者の人にとってはそれがちょっと残念な感じ。でも、小規模モデルは、ねね、ファインチューニングさせてもらえるかもしれないですよ。ああ、そっかそっか。あ、うん、そうですね。まあ、上流した小規模にしたやつは使えるかもしれない。まあ、それだったらいいのかもしれないですかね。 ね、大規模は他のライバル企業がそれを使っていいものを作られたら困るんだね、うん、ということですかね。うんうん、まあだからこれで一気にライバル者と差をつけたいというところなんだろうなという感じがしますね。次のテーマは、これも熱いですね。これね、僕ね、この2つのグラフあるじゃないですか、ずっとなんか公園で使ってたんですよ。今年の初めもね。はい、ハイプサイクルなのか。 シングルアリティなのかという結構こああ、これ AI がどっちの線でいくかって話です。そうですよね。ハイプサイクルの方は、ガートナーという調査会社から昔から言っていらして、テクノロジーというのは全てこのハイプサイクルを通っていくんだと。最初はめちゃめちゃ期待されて盛り上がるんだけども、いや、期待通りじゃないねという幻滅期に入って、それから、幻滅期に入るんだけど、研究は続いて、だん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 広がっていくという、そういう、全てのモバイルでもインターネットでも全てそうなんだみたいなことを言ってる。 ものがあってそれにやっぱり AI も当てはまるのかな、どうかなっていうのがちょっと僕も疑問だったんで、もう1個の説としては、このシンギュラリティでどん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 指数関数的に伸びていって、幻滅期に入らないんだという考え方、うん、AI ってどっちなんだろうなっていうのはずーっと議論があって、うんうん、最近だとそうですかね、シンギュラリティに入ったんじゃないかという意見の方が。 多くなってきてたような気がするすね,そすね、うん。そんな気をしてました。はいね、そんな中で、ガートナーは今週ですかね、先週ですかね、はい、今年のハイプサイクルをレポートを発表してきたんですけども、はいえー、一番、その原滅期に入ってるところに、ここね、ジェネラティブ AI と生成 AI が入ってるので、ねはいて、厳滅期に入ったというふうに宣言したわけなんですよね。うんうん、入るのか入らないのかってみんな議論してる中で、いや、もうシンギュラリティに入ったんじゃないかと言われている中で、うんうん、ガートナーはもう原滅期に入ったよと言ってきたんっていうのが。うんうんうん すすごいですよねこれは遠藤さんどうれれましたこれは多分、ラグみたいなやつが企業に導入して、うん、意外といまいちだなみたいな、<あ> <laughs> だったりとか、ラグとかいまいち使えないなとか、あ,あとはそのなかなか投資回収できないなとか、うん、あ,あと分かりやすいユースケースが今のところ要約するとか。 あと何か書くぐらいのところにとどまってるといえばとどまってるんでまあそういう意味で今出てるものに関してまだ使いこなせてないみたいな多分なんですけど実証実験と実証実験のスピードよりも AI の伸びるスピードが速いんですよね。なんんなのでいろんやってた時に 実証実験中にもうモデルの性能が上がっちゃって、実証実験があんまり意味をなさなくなるみたいな、はい、結構何度も経験してるんですけど、結構ラグとかってそれなりにシステム組んだりするんで、うんうん、そのベースのモデルが結構あんま賢くなかったりとか、あと大企業だと最新のモデル使えなかったり、ートークン数少なかったりするんで、うんうん、しかも企業のやつって表とか図が多いから、それがやめませんでしたみたいな実証実験結果が出るんですよね、うんうん、ちょっと遅れて。 で、それでちょっと幻滅したりとか、うんうん、多分そういうのが重なって、うん、うーんっていうところかなと思いつつ、うん、なんか、多分アンケートとかなんか取ってると思うんですけれども、ただ、実際企業でそういう検証した人とか、あとチャット GPT、会社に入れたけれども、あんま使われないみたいな、そういう体験してる人って、今の AI の伸びについて、あんまり知らないんじゃないかなと思って、ね、そういう意味で、現場感として、 ちょっと、あ,はい、あ、思ったよりみたいなのが現れたのかなって、これ見た瞬間に、パッと思ったもうです。ああ、なるほど、なるほど。さすがやっぱり開発者目線ですね。僕は割とね、うん、投資家的に考えましたね。はい、やっぱり投資医学がどんどん膨れ上がってるんだけども、うんうん、実際に何に使うのっていう、今、ユースケースがまだ見えてこないし、はい、リターンが出てこないので、オープン AI でも大分かりだとかいう話も。 もうみんな、うんうん、わ、これ、投資してもリターンないんじゃないかと、投資家は思い始めてるというところから、こういうのにしてるのかなと、僕は思いましたで,す、ね、でも、投資家とか現場の人はそうであっても、実際には技術がどんどん進化してるので、うん、やっぱり減滅期どころか、まあ、伸びてるというか、あのシングラリティのように指数関数的に伸びてるという感じはしますけどね、研究レベルを見ちゃうとね、そんなふうに思いますけど。うん これ見て影響しそうな人は、あ、やっぱりだめかみたいな思う人もいそうですけどね、まあ現場レベルではそういう人がでそうだなと思いつつ結局、むとは思うんですけど、うん、そうですかね、やっぱりビジネスに影響してくるのかな、どうなんだろうなと思って、いやもう減滅期だということで、うん、投資控えるかみたいになるのか、ちょっと分かんないですけどね、でもガートなんか減滅期に入ったっていうのは、それなりに重いニュースかなという感じはしましたですけど、うんうんはい、オープン A とかもう資金調達済みだからみたいな話もありましたやつですか。 あ今でも資金調達中じゃないですか中でしたっけなんか何年分は2027年分ぐらいまであるみたいな話な,なんかね、最近はね、アップルとかエヌビデ a が出資するかもしれないというニュースが2日ほど前に出てきましたね。はいはい、で、かなりの学さ過去最高額の評価額でみたいなことを話してたんで、うんうん、まあ、投資も実はそんなにも減っていないのかなとは思うんですけどね。まあ、ちょっと分かんないですね。 じゃあ次のインタビューの話なんですけど、プリンストン大学のアービン・ナラヤナン教授のインタビューがちょっと面白いので、今週はこれを紹介したいと思いますけど、うんで。ざーっと見たんですけど、他の人とはちょっとやや保守派の意見みたいな感じあそうですよね。そうですよね。この中で遠藤さん気になるのがあります。AI ブームとビットコインブームの違いとか。 ハイプサイクルはまあ後で話するとして、スケール速はいまだに健在かとかね。いや、でも結構どれも気になるんで、順番に。ああ順番に言ってみましょう。はい、じゃあ、はい。はい、ビットコインに関して、彼はですね、中央集権の在り方が。 まあ面白いなと思ったらしくてあんまりその金銭で仮想通貨の上がり下がりとは興味がなくて、うん、非中央集権が社会に社会を変えるんじゃないのかなというふうに期待していたんだけども2018年ぐらいからちょっとずつなんかあれみたいな幻滅していったということですね一つはブロックチェーンが解決策になると思ってたことなんだけどもでも実際はその技術が問題じゃなくて技術以外のことが のネックになってるんだな、ということに気づいたそうなんです。まあ、金融なんかもそうですけど、うんうん、ブロックチェーンで解決するのかもしれないけど、やっぱりそこには。 既得権益者がワンサかいるわけなんで、政治的な動きもあるので、こちらの技術がいいからといって、その技術が導入されるわけではないという。だから技術だけで世の中変わらないんだと、もっといろんな政治的な絡みがあるので、なかなかいい技術だということでそれが導入されるとは限らないということにまあなかなか時間がかかるだろうなということになんか気づいたというか変わらないなということでちょっと幻滅したというのが一つと。それからコミュニティの哲学的な側面でもちょっと幻滅したというところなんですけど、コミュニティのクリプトの の人たちっていうのはとにかくざっと変えてしまえと今あるやり方を全部なくしてざっと一から作り直してしまえみたいな<ー>そういう考え方の人が多くて技術は確かに使えるんだけれどもうん、うん、その急激に、うん 革命的に変えるというよりも、もう少し段階的に緩やかに変えていく方が導入が進むんじゃないのかなと。ところがまあ哲学的には、今の世の中がけしからんという考え方の人がコミュニティに多いので、既得権益者でも潰してしまえみたいな。 感なるほどです、ね。そういうことを彼は言ってました。で、AI ブームというのは、まあ、プラスマイナスどっちもあるんだけど、はいはい、まあ、プラスの方が断然大きいので、そこがやっぱりビットコインのときと違うかなという話でした、ねうんうんあ。これ読んで思った感想としては、はい、自分はそのブロックチェーンで解決できる課題が思ったことなかったんじゃないかなっていう印象を持ってて、意外と、 できることが少ないというか、うんうん、そもそもニーズがない感じがしてて、オンラインだけで価値交換ができるみたいな話も、それを必要として適用する場面があんまないんですよね、うん、実は。な,ね、なんで、結局技術は先行するけど、使い道ないねっていう、うん、まあ逆に言うと、人類にはまだ早いみたいな感じなんじゃないかなと思ってて、ね、例えば AI で超知能とか、すごい何でもやってくれるロボットとか出てきて、 で、それでなんかこう役に立つことみたいなことは価値がなくなってきてみたいな、ちょっと人類のフェーズが変わったところで Web3 みたいな自律分散の世の中になってって、その時の基盤技術になるんじゃないかなと思ってるんで、あなるほどね。っていうような、も、ね、う、ね、ここちょい先ですね、Web3 だから割とその非中央集権の意識高い人たちもいると同時に、ただ仮想通貨で儲けたいという人もいっぱいいらっしゃるというね。やっぱりそこが うままくいいかかかななった原因かなと思いますもっとみんなが意識が成熟していって、うん、非中央集権との良さをみんなが理解したら、やっぱりこういうのが済んだろうなと思うんですけど、うん、今の原動,力ななな原動力になってるのが、やっぱりお金儲けたいということが原動力になってたんで、まあ、それはなかなか続きしなかったということなのかもしれないですよね、うん。今はお金で回ってると思うんですけど、本当の意味でお金とか価値交換がアップデートされるようなフェーズに入った時に、本当に使われるかな,みたいな、うん、ちょっと。まだ 今の人類には早かったということかな、ね。そ,ううね、そんな感覚ありますね。はい。はい、じゃあ次の。これ、さっきのやつ。さっきのことで、ね、<う>言ってる話なんですけど、彼が言ってるのは、うん、まあまあ、今そういう議論が行われてるけれども、あんまり製品を作らなかったと。まあ、オープン AI 含め、うん、トップの AI プレーヤーたちっていうのは、製品を作るよりも超知能を作ろうと思ってたとかいうところがやっぱり問題じゃないのかなみたいな。だから、やっぱり製品しっかりとイボン作らないと、幻滅されてしまうよという。 いこ,これ、製品というか、API を提供して、製品はみんなで作ってるっていう感じなんそういう感じなんですけど、まあ、彼が特に言ってたのは、うん、チャット GPT ができても、iOS のアプリが出たのが半年後で、それで Android のアプリが出たのはもっと先だったと。 だから本当にいい製品を出そうということよりも自分たちの技術を先に進めて AGI に達するんだということをね中心的に考えてしまったとでそれはちょっとなんか夢見てるんじゃないのみたいなやっぱり研究開発も大事だけれども製品を作るということはテクノロジーの会社にとっては大事なのにいい製品を作るということよりも遠い未来の 研究のことばっっかかかりに中心になったからダメななななたたらんじゃないかなみたいみで最近はオープン AI はどちらかというと、お金儲けるということもしっかりやり始めたんで、あいい方向に行ったなと、それでそれに幻滅した人たちがやめていったじゃないですか。で、はいはい、彼はそれはいいことなんだよみたいな感じで、やっぱりちゃんとした普通の企業としてやっぱり儲けることもやっていかないと、それはもうパイプサイクルだ、幻滅されてしまうことになるのでね、みたいな話をしてましたですね。 コンピューターサイエンスの先生なんですけども、アメリカの政府なんかにもアドバイザーとして入ってるというらしいんですけどね。はい、うなるほど では次いきますかスケール速は、未だに健在化か。これがね、なんか僕、この先生、めちゃめちゃ面白いところなんですけど、GPT3.5 から GPT4 に進化したときやっぱりすごかったと言ってるんですよね。ところが、その後あんまり進化しないように思うし、うん、でひょっとしたら、こういうふうな進化、うん、驚くような進化ってないんじゃないかというふうな話もしてますね。で計算資源っていうのは、うん ハンドタイを増やすということですけど、お金かけるということですけど、うん、お金かけるっていうのでも、伸びるところは終わったんじゃないかなと、なぜならもうデータがないのでね、ネット上のデータ全部使ってしまってて、データがないので、お金かけてもあんまり進化しないんじゃないのかなという話をしてましたですね、だからスケール速は続かないという派です。うん、はい、はい <え>どう思いましたこれは分かんないですね。だから GPT5、GP 5, 6が出てきてからの判断かなと思いますね。サム・アルトマンの方はとか、そ,ねうん、その周辺の人たちはスケール速続いてると言ってますし、彼はやっぱりもう続かないみたいな、それほど続かないということは言ってますね。もともとスケール速って別に自然法則じゃないのでね、どこかで終わる可能性はあるので、それがいつ終わるかだけなんですけど、もうこれで終わったんじゃないのかなというのは彼の意見ですね。うん、というのはなんか GPT4、うんうん 以降それほどびっくりするような進化がないというんですよね。4O にしても。まあ、4O の滑らかさは結構衝撃的でしたけど。そうですけどねあの。ユーザーとしてはそうですけど、なんか彼にとってはそんな3.5から4に上がった時のあの性能向上はなかったということは言ってますね。4O も4のうちのほう、ね、そうかもしれないですけどね。はい、まあだから5が出てきた時に本当にすごいのかどうかという話かなとは思いますけどね。まあ、冷静に考えると、5に関してはまだ誰もというか、 公開されてないんで、噂でしかなくて、そ,ねそ,ね、その噂の根拠はあの、サム・アルトマンが煽ってるだけなんで、結局は分かんないっちゃ分かんないですもんね。まあま、あそうですよね。だから、答えはどっちですかって言われてもね、はい、まあ、どっちでも言えないですよね。両方とも根拠ない話をしてる、ね、<laughs> そうですよね。はい、じゃあ、次のページをいきましょうか。はい、データの壁があると、それで、えー、インタビューがですね、と言っても YouTube に、はい 1500億時間の動画データがあるじゃないかと、うんうん、これでまだまだ言語モデルっていうのは賢くなるんじゃないのかなということに対して、うんうん、いや、うん、それを学習すると言っても、一応音声認識してテキスト化したものを学習するだけなんで、1500億時間っていうの、ん、はテキストデータとするとそんなにも量じゃないんだよねみたいなことは言ってます。もちろんマルチモーダルとしてやれば、また新しい能力つくかもしれないけど、テキストとして学習させるんだったら、新しい能力が身につくことはないんじゃないかなみたいなことは。 言ってますねまあなんかこの人ちょっともうこれ以上伸びないという派なんでな結構厳しめの意見がいっぱい出てるんですけどねそうですねちょっとこ,ここら辺検証あの一応伸びない派の意見みたいなのなんかどっか整理されてたんで、うん、まあ検証してみたら面白いかもしれないですけどね,そうね、はい、どうなんでしょうかねここは,はいじゃあ次のページいきましょう、うんはい、合成データ合成データで2つの側面があって で学習データを増やす目的で合成データを作るのではなくて、うん、今あるデータの質の限界を克服するために合成データが作られると、うんうん、それはいいんだと、うん、それはまだね、はいはい、数式の問いと答えのセットを無数に作って、それを学習データに使うとか、そういうのはまあいいんだけど、もう一つの使い方、10兆個のトークンを使って開発したモデルに100兆個のトークンの合成データを作らせて、次の世代のモデルを開発すると。 それでその次のモデルが1000兆トークンの合成データを作らせて、さらにその次のモデルを作るみたいな、こんなことを繰り返しても、同じようなデータで学習しているので AI の進化はないということですね。で、過去2年間で我々が学んだのは、データの量よりも質が大事だということで、質よりも量を増やすことが目的の合成データでは新しい能力は身につかないと。 まあでも、遠藤さん言ったですあの質を、ね、高めるという方法で合成データが使われるんだったらまあ問題なのかなという,う、ね、これはあくまでも質を高めるっていう話でしたからね。こ、ね、れはいいんじゃないでしょうかね,っていうね、はい。じゃあ次の、はい、内の内エージェント の課題とということで、えー、言語モデルが急速な進化を受けていろんなことができるようになったと誤解する人がいうん、うん、多いけども企業内のタスクの多くは非言語の暗黙知なんで言語化しづらいと自転車の乗り方言語化しづらいのと同じで言語モデルが学べるということではないというので企業内のいろんなワークフローも、うん、言語化できるところはまあ AI が学習してエージェントができるのかもしれないけども非言語の暗黙知というのは、うん、まあネットのテキスト上データで学んで だような言語モデルが対応できるものではないということですね。じゃあどうすればいいかというと、まあ企業内で AI システムを実際に導入してですね、いろいろ試行錯誤して AI シ システが行ったり来たりするサイクルを繰り返す中で AI が学んでいくという方法を身につけないといけないんだと僕は何のことがよく分からないんだけどまあ導入していろいろやっていかないと学べないのでそれにはめちゃめちゃ時間がかかるんじゃないのかなという話をしてましたねは、まあ、これ DX のやり方だと思いますけど、ねうん、あの既存の仕事の仕方の中にそのまま入れようとするとそれは動かないというか、うん、システム化も既存のやり方を そのまま踏襲するわけじゃないと思うんですよね。まあ、なんで AI を使ったシステム化するときも AI が扱いやすいようにその仕事のやり方自体を変えるんでこれもやり方次第なんじゃないかなと思う。まあ、ただ暗黙知が多いっていうのは実際本当だと思いますけど、ね、ここは表現しにくい。うんうん、そこを表現うまくできるようになんかこうビジネスのフローなのかを工夫しながらクするのがポイントなのかなとは なんか自動運転もね、導入して、それで 2, 2>、うん、30年経って、ようやくもう最近は AI だけで自動運転できるようになってきましたですけども、それなかなか時間かかったので、まあ、企業どうにもそんな感じで、導入するしかないんだけど、してもいろいろ微調整しながら、どんどん改良していくっていうしかないんじゃないかなみたいな話をしてました、ね。そうですね、まあ、実際、ラング入れようとしていまいちみたいなのは起こってるんで、うん、まあ、それはそうかもしれないですね。うん、なるほどね。はい、で次はなぜ AI 業界 SLM にシストしているのかという、まあ、コストの問題だというふうに彼は言ってますね。<う>でこれからまあいろんなデバイスに載せていきたいので、えー、どんどん小さくしているだろうなということですね。まあでも、うん LMM の大規模の方もコストが下がる傾向にあるんだけども、まあ、その程度のコスト削減で十分な用途もあれば、それじゃだめだということで、もっとなんか小さかったら、もっとできることが広がるんじゃないのかなというところになってるんじゃないのかなと。で、彼はやっぱりね、もう LMM があんまり伸びないという前提で話してるんでね、うん、だから当然、まあ、スモールモデルにシフトするでしょうとは言ってるという感じがしますねまあこれはこれでいろんなところに使えて、全然便利だと思うんですよね。 まあまあ、そんな過激な意見ではないかなと思いますね。指数関数グラフは、実はすべてシグモイド関数だと。すべて実は S カーブなんだ。最初は急速に伸びてるように思うんだけど、どんなものをみんな S カーブになって、なだらかなっていくんだ、みたいな。シグモイドってこういう、こういう曲線ですね。S カーブとか言われるやつですか S カーブ。最初やってグッと上がるんだけど、ここでもう一回こう、なだらかな。なだらかな。なだらか なっちゃうという話ですね。遠藤さんどうですか。やっぱりすべての指数関数グラフは実はシグモイドなんですか。どうなんですかね。でもうなんか新規ラリティかなんかのグラフも先っぽを見るとこうなってシグモイドみたいになってる。なまあねわかんないですけど。すべていやすべて,てじゃないところもあるんじゃないですかね。わかんないですけど、すべては言い過ぎかもしれないけど多いのかもしれないですよね。 まあ言語モモデデルははいずずれコィィティ化するはずだとということですねまあだからスケール速が続かないという立場なんで、うん、この人はいずれ言語モデルも、うん、コモディティ化するっていう考え方ですね。まあその S 字カーブの緩やかになるとしてもうん、うん、緩やかになる前にどこまでいくかというか緩やかになったところがすでに人間の1万倍の知能とかだったら十分だと思うんであその、ねねまあ、高さがどこかみたいな。 1つのところ例えば半導体で S 字カーブに入ったとしてもそれ以外の技術で例えばモデル自体の効率化とかそんなのが伸びれば全体としてまだ指数関数的に伸びるということもあるので確かあのシングルアリティの考え方もそうであのいろんなものが複合されてくると、まあ、こっちがなだらかなカーブになったとしてもその隣の技術が急速に伸び始めたりするのでだから全体としては伸びていくんだよみたいなのがあのシングルアリティの 説明のとこでもあったと思うんですけども、一つの領域だけ、うん、半導体だけ見たらやっぱり SG カーブになるのかもしれないですけども、はい、まあでもいろんなものが影響し合う時代に入ってくるので、うんうん、全体的にはやっぱり伸びるんじゃないかなという意見がシンギルラリティ派の人ですよね。なるほどですね。次のベンチマークは地雷がいっぱいって言い方してるんですけど、あ<ー>まあベンチマークっていうのは、それに合わせてモデルを作っちゃうので、うんうん、実際の 労働環境というか、実際の使用する環境のところに合ってるかどうか、また別問題なんだと。弁護士試験取ったからといって、立派な弁護士、すごい敏腕弁護士になれるわけでもないので。だから、うん ベンチマークっていうのは、まあ、実際の問題を解いてるかどうかっていうのは別問題なんだよという話ですかね。これ人間も一緒ですよね。まあ、人間というか、うん、別に試験がいいから、なんかトーフルの試験が弱ったら英語しゃべるわけじゃないです、まあ、そうですよね。それだけに頑張ってる、はい、トーフルの試験の成績上げるためだけの勉強をしていると、やっぱり英語そんなに実は伸びてないみたいなことありますからね。うん、はい。そういうことですよね。はい。はい、じゃあ、次はこれからのシナリオは。 AI モデルを大きくすればするほど AI が進化するという歴史的に見て面白いフェーズを経験したんだけど、まあ続くかもしれないけど、続かないかかも続ないのであれば、大規模モデルはコモディティ化して、はいはい、その上のレイヤーに AI エージェントであったりとかいろんな展開があると思うと、そっちの方が面白いんじゃないかなと。すで既にそうなってきてるし、うんうん、早くそうなってほしいみたいな、そんなこと出ましたですよね。これ、どういう意味ですか大規模モデルはコモディティ化するってどういう意味ですか今、3、4社で先頭争ってるじゃないですか。 でどの社も同じようなものを作ってくるので差がなくなる性能の差がなくなるので<ー>だから同じ性能もの,のものが販売されればはい、はい、どん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 ん値段が安くなるみたいなあなるほどだからそこを作ったところが勝つんじゃなくてそこのところはもうクモディ,ティになってそこでは稼げないようになってそれを利用して次の上のレイヤーでみんな戦うようになるんだよみたいな感じですかね。はい まあどうなんだ、まあ、確かに4社ぐらいで争ってるので、それぐらい差がなければコモディティ化していくのかもしれないですし、一説によると性格が変わってきているようなと、強いところ、弱いところ、例えばジェミニだったら動画解析とか、画像解析が強いとかね、クロードだったら言語が得意とかね、そういうのがちょっと出てきているので、コモディティ化してないという説もありますけど、まあ。使い分けられる人はそんな多くないかもしれない。そうですね で次のところは、レオパルドさんが言ってるのはい、はい、賢くなるのはお金いっぱい使って半導体買ったとっいうだけじゃなくて、うん、計算式の効率化とか、それからなんか追加機能、うん、アンホボリングというのは追加機能なんですけど、うん、そこも関係するのでと。だから今、この先生が言ってるのは、割と半導体のところではもう伸びないよと言ってますけど、例ええ半導体のところが伸びなくても、その効率化であるとか、追加機能、うん、アンホボリングのところが伸びる可能性があるので、うん、ま,あまあ伸びるんじゃないかなということですね。このレオ ワールドさんもアンホボリング、追加機能が今、一番注目すべきところで最も大きく成果を期待できそうと言ってるんで、まあ半導体のところ、いっぱいお金かけたっていうところがダメなったとしても、まだまだこうが伸びるんだよみたいな話はしてますね。うん、これ改めて見ると面白いですね。この青いところが多分計算資源を出していくところで、これがアルゴリズムの効率化もある程度一定で進むだろうというところで、アンホボリングのところが、一回その チャットボットな。なんで、単に次の単語を予測するっていう機能からチャットボットになりましたっていうのがドーンと上がってて、うん、で、次のところがチャットボットからエージェント。だから言われたことだけ答えるじゃなくて、もうちょっと自分で計画立って,て動いていきますよみたいな風に変わりますみたいな。うんうん、この後、ポコポコエージェントの次何来るんだろうと思いますけど、こういうのがある程度どんどんどん上がる感じなんですね。うん、そうですよね。 まあだからエージェントを作るっていうのは結構大きな話なんでしょうね。エージェント機能が乗ってくるっていうのはね。そ,ねそこで大きく進化するということですね。うんうん、で、次のページはそのデータの壁のこともね、そのレオパルドさんのリーク文集の中には書いてあったんですよね。で、一番やっぱり課題となるのが、この今の先生がおっしゃったような。 大学の教授がおっしゃったようなデータの壁っていうのがもちろんそれが一番課題だよとは言われてるんだけど、でもこれも対応できるよね、一つはやっぱりデータ合成だし、その学習のやり方、うんうん、きっちりと学び直しみたいな、そういうこともできるんだよみたいな。彼だけじゃなくて AI の業界の人たちはデータの壁は越えられるよねという人の方が多いというふうに彼は言ってます。次のページは AI はいつ実現するのかということも言ってますけど、人によって AI の定義が違うんで、うん、この人の、ねうん、定義は面白いなというのか最近よく聞く定義なんですけれどもあ<ー>あの、経済的価値のあるほとんどのタスクの自動化が可能な AI と、はい、この、ね、定義、はいはい、よく耳にするようになりましたですね。 最近はこの定義が多いんじゃないのかなと思いますね。意識持つとかその全然関係なくて、天才レベルになるとか全然関係なくて、経済的に価値のあるほとんどの仕事の自動化ができるということを AGI と呼ぶ人が。 最近増えてきてきいます何度か他の人もそういうことを言ってたと思うんですけどもでも、まあ、何十年も前から議論されてるんだけども山の頂上がすぐそこに見えると思って登っていくとさらに頂上が先にあるという状態が続いているということですね上に上がれば上がるほど問題の複雑性が見えてくるのでまだまだ先であることがわかるので AI 企業の CEO はもうすぐって言ってるけどあんまり真剣に受け止めない方がいいよとまだまだ進化が必要だろうというのが彼の考え方ですね煽って 調達してなんぼみたいな <laughs> そうですよね。あおて調達してなんぼなんでね、<laughs> まあそれは確かに CEO の言ってることを真に受けない方がいいかもしれないですね。はい、というのが今週の、はい、あちょっとでも、ちょっとだけ動画 Magnitude bigger in terms of the number of parameters than what came before, and thereby more powerful. And I think a reason for that is data becoming a bottleneck. These models are already trained on essentially all of the data that companies can get their hands on. While data is becoming a bottleneck, I think more compute still helps, but maybe not as much as it used to. これもちょっと僕説明させていただきたいんですけど、パサビスさんという Google ググディープマインドの人が、これはいつ言ってたのかな今年の2月ぐらいだったかな見た覚え合いはこの、はい、動、うんうん、はい、言ってるんですけども、うんあの、あと2、3年で AI がひどい病気の治療薬を見つけたり、エネルギーもほとんどただになるというふうにこのインタビューの中で答えてるんですけども、その根拠となっているのがうん、うん、去年の年末にディープマインドが作ってきた AI モデルの G ーノームっていうやつかなそういうものかなうん、うん 安定した結晶の組み合わせを見つけてくるという AI モデルらしくて、うんえー、超伝導の可能性のある新素材を5万2千種類リチウムイ,イオン胴体になる可能性のある新素材を528種類発見してきたということですよね。でこういう安定した結晶を42万1千種類発見したというこれどれぐらい期間で発見できたのかちょっとわかんない12か月なのかなちょっとわかんないですけどそれぐらいを発で 人類というのは過去10年間で通常の実験で2万個しか安定結晶というのを新素材見つけられてないんで、えー、急速にやっぱり効率が上がったということですね。で、うん、こういう超伝導の新素材とかリチウムイオン導体になる新素材を使えば太陽光だけで十分に地球上のエネルギーの需要を全部賄うようになるのでエネルギーはただなるんだみたいなことを 言ってるわけけなんですけど僕ね、この話結構講演の中でするんですけど、多くの人がここに引っかかりますね。うん、本当にエネルギーただなんのかみたいな。嘘だろみたいな。エネルギーただだったら世の中ががらと変わるぞ。もちろんガラッと変わるんですけどね。多くの人がここに引っかかるんですよ。で、僕はね、詳しいことわかんないんで、僕はどう答えてるかというと、いや、その。 結晶の組み合わせが分かっただけなんで、これから実際に実験しないといけないだろうし、それから製造工場を作っていかないといけないだろうし、だからまあまあ、うん、時間かかりますよ。薬だったら臨床試験があるので10年ぐらいかかるだろうし、だからすぐにできるという話じゃなくて、可能性のある素材。 の組み合わせが分かるというだけの話ですよというふうにしておしゃを濁してるんですけどももうちょっと前調べたことがあって結構何十万種類何万種類とか言ってるけど結構かぶりも多くてなん,、ね、なんかちょっと違うやつがいっぱいあるだけとかで実際そんな少ないみたいな話も。 そうこうしたら、友達の河瀬さんという人がフェイスブックに開けてたこの記事がですね、うんうん、カリフォルニアではもう化石燃料なしで電力需要を賄えることになってきてるという話を河瀬さん関係ないんじゃないですか、ねあ、関係ないんですけど、まあうん、だからディープバインドが見つけてきたやつで作ったって話じゃないんですけども、それでももうエネルギーがただになるっていう話が、めちゃめちゃ先の話というか。うんうん ししねうん、夢だろうと言われているのに、いや、実はもうかなりできるんですよ、みたいな話ですね。うん、これだから、まだその新しく発見された新素材を作っているという話じゃないんですけれども、太陽光とかでまかれることも、ね、なってきているという話なので、はいはい、だから、ハスビーさんの言うエネルギーほとんどただなりますよというのも、そこまでもなんか突拍子もない話でもないんだなという感じがしたといつも晴れとかなんか あるかもしれないですけれども、ねうん、まあでもカリフォルニア州、まかなっているってすごいですよね。そうですよね。それすごいなと思いました。うんうん、はい。ということは一応まあ取り上げて、以前から気になってたことですし、はい、いろんな人からなんか質問されるので、うんうん、ちょっと取り上げてみましたということですね。はい。では、その他のニュースに行ってみましょう。はい、はい。ということで、はい、ここは技術的な範囲がいつか入ってくると思うんですけれども、はい、これまでもコンテキスト、ね、そのプロンプトに入れられるテキストの量が、 どんどんなくなってきてまあ、すよーって話してたと思うんですけど、こうついに1億トークンというのが出たす。すごいですよね。なんか100万トークンでみんなビビってましたですけどね。<laughs> ですよね。100万みたいな。そん時は確か数千トークンとかいう時代だったんで。うんでね、時代といっても数ヶ月前ですよね。<laughs> はい、100万トークンですごいみたいな。それでジェミニだったですかね。はい、最近200万トークンになったということで、すごいと言ってたら、急に1億ですか。<laughs> <laughs> 半端 <laughs> ないですよね、しかもなんか金額もなんか100分の1とか1000分の1とかになってるんで、とにかく増えた分、安くしてるんで、1億トークン使っても、これまでの100万トークン使ってるぐらいしかコストかかってないんで、普通に使いますよみたいな話とか、あとはコンテキスト長いと、その部分の一部にな書いてあったときに拾いきれないみたいな話もあったんですけど、なんかそこも改善してるみたいなんですよね。 このマ,マジックって AI によるソフトウェアエンジニアみたいなのを開発してるとこなんですけれども、これだと1億トークンあると、だいたいプログラム1000万行ぐらい入るみたいなんですよね。なんで、でっかいオープンソースとかそのままドーンと入れて、で、そのバグ直したりとか、ちょっと追加で機能開発したりするみたいなのができてきてるっていう。まあ、これ実際にデモがあって、これ機能開発かなこれで、ここで。 これでこういうのを開発してって言ったら目の前でドドドドドッとこう、機能開発してくれたりとか、こっちの方がわかりやすいかもしれないですね。これ、これまではこのパスワード、パスワードがどれだけ健牢かみたいなのをチェックする機能をこう追加してくれみたいなこう指示を出すと、自動でコードバーッと書き始めて、多分これほぼリアルタイムで作ってると思うんですけれども、 これは30秒ぐらい。あ、でもうできましたね。で、これで入れると、ほら、ここに w e ー k Medium みたいな出てるで。でもう実装しちゃいました、みたいな。なんで、もうこういうことがもう全部できるようになって、しかも Google Cloud と連携しました、みたいな。これまだ商品にはなってないみたいなんですけれども、デモだと思うんですけど、これできるようになったら、また相当一段と AI 開発が辿る。うん 感じがしますよねこれなんか自分の過去のメールとか SNS 用の発言とかブログ記事とかそんなん全部入れても十分余るぐらいのコンテキストですよね。よね本750冊分ぐらい。そしたら自分のなんていうのかな自分の秘書 AI とかできるかもしれないですね。うんうんうん なんかそういうような用途にも、ね、用途にもいけるかもしれないですよね。先週、遠藤さんが3つのやり方あるって言ってたじゃないですか。うん、ラグを使うのか、そ,<う>それから、えー、とファインチューニングするのか、それからロングコンテキストとかという話してきましたけど、またロングコンテキストが有利になってきたって話、ね。有利になってきたんじゃないかなっていうところで、結構面白い、このラグバーサスロングコンテキストみたな。はい。これはどんな話なんですか記事が。これ論文かなんかなんですか これは多分論文の概要みたいな感じのツイートですけど、なんから結論から言うと、ログコンテキストの方がもちろん性能は上です。全部読ませてるんで、ただ、ほとんどの場合、ラグでも回答できるみたいなんですよね。なんで、ラグでも回答できない一部のタスクに関してはログコンテキストの方がいいけれども、ほぼラグでも解けるような簡単な話が。 多いんで、そのラグを使うことによってコストをかなり圧縮できます。うんうん、で、この論文では、その問題によって、ラグで答えられそうなやつだったら、ラグに投げるし、うんうん、ラグだと難しそうなやつだったら、ロンコンテクストで処理するって、なんかこう分岐させるみたいな処理をやることで、精度そのままでコストをだいぶ圧縮できましたみたいな、そんな話だったんです。あ そういうのもどんどん出てきてるって感じですね。ただエージェントエージェントみたいなのをやるときは、それまでの行動を多分コンテクストに残したほうがいいと思うんで、うん、なんか数日にわたって動くエージェントみたいなやつは、もしかしたらこう1億トークンとかあると精度がいいのかもしれない。なはい、じゃあちょっと用途で使い分けいで、ね、用途でかなっていう、はい。必ずしもコストだけじゃなくて、用途でも使い分けという感じ、ねはい、なってい気がします。あとは、さらっと。これは 水論マシンの開発がめちゃくちゃ進んでますよっていうやつ、ねはいはい。そうですよ、ね。2月にグロークっていうのが結構話題になったじゃないですか。めちゃくち,ちゃ早いよみたいなとな言ってたう、ね、もう、もう爆速でもう瞬間で出たなみたいな感じでも感動したんですけど。1>, そでね、1秒でその時は450トークンで,で、5月にファイアワークス、この間、エンドさんに見てもらったファイアワークスが、はいうん、1000トークンですか。1秒間に1000トークンだからすげえってなったら、今度は1800トークンということですよね。うん こういうですね。これ一瞬で、ウェブサイトをスクラッチで作ってくれって言って、1秒ぐらいで作ったっていうデモですかね <laughs>。すごい、すごいですね <laughs>、はい。いや、<laughs> すごいですね。いや、でもこんだけ早いと用途が、今まではすごいトロトロトロとしてたんで、限げられましたけど、こんだけ早いと。 いろんな用途ががまた広がりそそううでですすよねそうですね Google の有名な,なんか言葉に0コンマ何秒速くすると売り上げがどれぐらい上がったかみたいな<ー>だから人間にはレスポンスの速さ 0. 何秒だから分、うん、かんないんだけど潜在意識的には分かんないんだけど潜在意識的にはそれはすごく大事なことでそれで売り上げが全然違うみたいなだから早くするのは正義だみたいなそういう話があるんですけどまあまあこの水道もこんだけ速くなるといろんな用途に使われて 来るかなパワープレクシティがね、うん、まあエージェントを使ってるということもあって、ちょっと遅いんですよ。うん、イライラはしないんだけど、なんか聞いてる間に別のことしようかなとか思ったりしてしまうんですけどもね、うん、こんだけ速くなると、やっぱり気持ちいいですよね、やっぱりね。そうですね、こんだけ速かったらね、検索してるのと変わんないぐらいで答えパぱつってます,、ね、そうですよね、はいうん。いや、でもエージェントもこのスピードでバンバン考えたら、もう凄まじいですよね。そうですよね。すごい時代になってきましたね。 じゃあ次いきますか。はい、リアルタイムゲーム。これね、ちょっと前置きというか、今年の4月ぐらいに、NVIDIA の CEO のジェンソン・ホワンがですね、はい、これからゲームであるとか、うん、映画っていうのは生成されるものになるんだみたいな。うん、最初から作ってあるものを利用するんじゃなくて、その場で生成されるようになるんだっていうことをね、4月に言ってたんですよ。それで10年以内にそうなるって言ってたんですよ。 10年以内にそうなると言ったんですよ。<laughs> はい、そしたら、え、4ヶ月でリアルタイムゲーム出てきたという話なんですけど、これどういうものかちょっと遠藤さん説明してもらえませんかね。僕、その CD レンダリングと AI 生成の違いというのがよくわかんないんですけど、はいはい。あ、これリアルタイムゲームっていうよりは、ゲームの動きを生成しました、動画生成しましたっていう話で、なんかやってることとしては、この、まあ、強化学習っていう学習方法を使って、 そのゲームをプレイするエージェントみたいなのを作るって昔からあったんですよね。うん、で、それを使って自動学習させてゲームをこう AI にプレイさせてこうデータをいっぱい集めますと。そうするとこういうフレームのあったこういうフレームは来そうみたいなのを含めて、うん、こう学習データできるじゃないですか。その AI に作らせた学習データを使ってこの次のフレームとして自然に来そうなやつを生成することによってその 本物のゲーム画面と区別がつかないような画面を作れましたみたいな、<ー>多分そういう話じゃないかなと思いますね。なるほどねこれ、うん、実際にこういうゲームになっていくんですかねなんか、ジェンソン・ファンってそういう話ではなくて、ゲームをプログラミングで作らなくても生成 AI で自分の好きなようにゲームが作れて、こんなふうに遊べ,<ー>遊べるんだよみたいな、そんな話なのかなと思ったんですけど、そう,そういうことでもない、ね、ああでもこれは多分、うん 何のインプットもなしに、次に来そうな画面を出してるんじゃないかなと思うんですよね。それで、それをつなげて動画してるんじゃないかなと思うんですけれども、そこになんかこう人間の意図みたいな、右に行きたいとか左に行きたいみたいな操作を入れたら、多分そっちの方に行くときの画像を生成するみたいな。だからオープンワールド系のやつとかで世界観だけ作っておいたら、その世界の中で、 ここってていいいることみみたたなななやつをこう生成していくみたいなそんな感じじゃないですかいやほとんどん普通のゲームのようにプレイできるようになっていくということですよねじゃあね。そう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 じゃないかな。<あ>でこれゲームのデータで集めてますけど<あ>ヒューマノイドみたいなのが出てきて、うん、そのリアル世界のデータ溜まってきたらこれがこの現実世界でエピソード生成するみたいな。 感じになると、もしかしたらそれが映画の自動生成なのか、なんかもうちょっと体験の自動生成みたいになるのかな、みたいな、なんかそんな妄想はちょっとしましてみました。はい。このリアルタイムゲームが出てきたということで、なんか、レディットに映画もできるんじゃないかみたいな話をしてたら、いや、もうできるよ、こんな感じでという。これ非常に短いですけどね、生成して、ほ、うんとなんか映画の一シーンに出てくるようなものを生成したということで、うん、でこれできるよね、みたいな。うん 話があったんで、持ってきたんですけど、まあだからジェンソンファンが10年以内って言ってたことがね、もうなんか4ヶ月ぐらいである程度でき始めたっていうのが、もうビビりますねうん、うん、ということですよね。じゃあ次は、まあ、さらっと、まあ生伸びてますよね、はい、ということ、これ、ダウンロード数が。まあ、いや3億5000万回って誰がダウンロードしてるんだと思いますけど、<laughs> そんな人間って今70億とかですよね。 もっと言いましたっけわ、ね、かんないですけど。そ,そんな20人一緒に一人ダウンロードしないだろうと思うんですけど。<laughs> <laughs> これ、えっと、ラマ3.1だけじゃなくて、あれじゃないですか、はい、ラマの最初の方のモデルからも含めた総数じゃないですかね。はいはい、で、7月だけで2000万、これは3.1でしょうけどね。誰がそ,そんな落としてるんですかねそんなにいますかねこのラマ落とし。あ <laughs> 企業が使い始めたというふうにこの発表文の中では言ってましたですね。日本でも野村ホールディングが使っているらしいですけども、大手企業がどんどん使い始めてきてるということですね。ダウンロードじゃなくて、なんかロードされた回数とかなんじゃないですかわかんないですけど。いや、ちょっとじゃあ本文見てみましょう。ちょっと本文見ますこれ。はい、でもダウンロード数って書いてありますね。信じられないですね。<laughs> <laughs> まあ、あの、伸びるだろうなと思ってましたけど、びっくりするぐらい勢いで伸びてるということなんだろうなと思いましたね。結構だから、オープンソースで強くなっていくるのかなみたいな、今日なんか、シリコンバレーの投資家の人のインタビュー見てたんですけども、はい、まあ、ある程度、さん3.1が来るだろうなと思ってたけども、うん、こんな来ると思ってなかったという、まあ、みんな驚いてましたですよね。うん、いや自分こう出た時 いやいや、とはいえ、クローズドモデル便利なんで、よっぽどデータ気にしない限りは、そんな重要なんじゃないかなんか喋った教科あるんですけどす、ねうん、すごい伸びてますね、やっぱ。みんなあれですかね、オープン AI にデータアップロ,ロードしたくないですかね。そうなんですかね。まあ、最近、うん、オープン AI 評判悪いですからね、そのセキュリティのことで評判悪いって、うん、まあ,あの、結構アメリカで叩かれたりするのでね。 そういうことなのかなぁ。うん、まあ、あの、セキュリティ関係の人たちがどっと辞めていったということも、マイナスイメージなのかなぁとは思いますけどもね。まあ、セキュリティが一つと、それから、まあ、コストはね、遠藤さんおっしゃるように、そんなに違いはないのかもしれないですけど、うんうん、あとはやっぱり、いろいろと作れるというのが便利らしいですよね。うんうん、特に小さいモデルをファインンチューニングする 上流してファインチューニングするときに、そのラマ3.1のでかいやつでね、合成データを作れるからみたいな、それがなんか評価されていたりとか、あとはなんか AI のぐるぐるモデルを回そうと思うと、自分のところで作るのが一番いいだろうなということなんじゃないかなと思うんですよね。ないと、オープン AI の AI モデルをどんどん賢くするのに、一生懸命なっても自分は得したいので、自分の会社のモデルを賢くさせたい、<laughs> ぐるぐるモデルを回したいということで、自分のモデルを作りたいということなのかなとか。 まあでもまあセキュリティが一番大きいのかもしれないですけどね予想以上に伸びてるという話ですかね、うん、はいでは今回の割とメインな話題ですけど、はい、ヒューマノイドロボットこれはですねこれ,これはね結構びっくりしてワンエクシャってなんかもう2015年ぐらいからずっとう、ね、ヒューマノイドロボット家庭用に入れるみたいな、うん、一応そういうビジョンでずっと開発して ところで、そこがついに来年発売。これ、まずこの動画を見てもらうのがいいかなと思うんですけど。うん、動きが気持ち悪いですね、もう。<laughs> <laughs> 中に人入ってるでしょ、これ感じで <laughs> こっちもなかなかなんですよねこれはなんか食器を片付けてこれは中に人入ってるでしょう <laughs> いやここまで来てるって本当すごいですね本当いやそうですよねここ来てるの本当すごいわうんいやこれすごいここれだけじゃなくて あのロングインタビューとかもいろいろ見たんですけれども、うん、これやっぱあの VR をつけて学習させるって言ってたんですよね。なんで、はっきりとは言ってないんですけど、あとこれ、模倣学習をやってるっていう話もしてて、で、模倣学習のエンジニアとか求人してるんですけど、うん、模倣学習、エミテーションラーニングって AI に VR ヘッドセットをつけて、AI っていうかロボットを動かすんですよ、手とかなんとかで。でそうううするとこういう ビジョンというか、こういう入力があるときに手足をこういうふうに動かすんだよっていうのを経験で学ばせるみたいな。ロボットに VR ヘッドセットをかぶらせるわけなんですかあ,あ人間です。あ人間がこれでいうと、多分これはっきり言ったんで予測なんですけど、うん、学習させるときは人間がこのスーツ着てるっていうか、着てるかわかんないですけど、多分人間に対してその関節アクチュエーターみたいなのをつけるんですよね。 VR ヘッドセットをつけて、たぶん食器片付けたりとかするんですよ。うんうん、そうすると、うん、あこういう時にこういう動作するんだなっていうのが学習されるんで、まあ、でその人の動きがそのままこのロボットの関節角とかに反映されるから、うん、本当に人間っぽい動きになるっていうね。なんかテスラの自動運転も最近そうですよね。プロの運転手。うん ドライバーの動きをカメラで撮ってて、それで外のカメラが外の状況を映してたときに、プロの運転手はどんな風にハンドルをさばくかみたいな、そんなのを学習するみたいな感じなんで、そういうことを繰り返すことで、どん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  AI が賢くなっていくということなんでしょうね。うん、だから人間が教材を作ってるっていうのが、まあ、確かにありえる話でしょうね、うん、それが一番いいでしょうね、やっぱりねあとはなんか言ってたのは、このボディーランゲージっこっち、実あんまりこれ、デモでどっちも喋ってなくて。うん 維新連信してるような感じだってじゃないですかこっ,こっちおいでよみたいな感じはすごく自然なねゴビだったりするねうどうすんのみたいなこれこっお手くのみたいなですよねこれこ、うん、どうぞこれ喋ってないけれどもちゃんとなくコミュニケーションコミュニケーションしてますよねこっちこっちこいよみたいなこれめちゃくちゃ自然じゃないですか <laughs> これは人入ってる感じしますね。これは人人入ってる感じしますすよね <laughs> あのもうすぐ人型ロボットが職場とか家庭に入ってきますよとか言われててもうん、うん、まあそうかもしんないけどなんかちょっとイメージ湧かないなと思いましたけどこれを見るとうわ確実に来ますねこれはねそんな感じがしましたね,ねこれインタビューですごい CEO が強調してたのは家庭に入ることが前提だから危なくないロボットにするみたいな。 言っててロボットがぶつかったりとか、物を持つのも衝突の一種だみたいな話をしてて、何かに接触することはすべて衝突だから、このところをちゃんとソフトに制御するみたいなことを言ってたんで、だから人にぶつかっても大丈夫だし、物を壊したりすることもないみたいな、そんなことをすごい言ってたんでしょうね。だから本当にもう10年前から家庭用に入れるっていうビジョンでずっと作ってたんで。 それが形になって、で,ね、で、あのオープン AI とかの支援も受けてるみたいなんで、で、でね、これまでは結構ハードメインでやってて、で、ハードがちょっとできてきたんで、うん、多分ここ数年ぐらい、1、年かな、ちょっと分かんないですけど、何年かで、ちょっと AI 周りの学習をガッとやって、うん、とりあえず最低限入れられるぐらいに、出荷できるぐらいになってきたのかなって。家庭を目指してたっていうのがすごいなと思って、僕、うん、はみんなね、<お>工場を。 での利用先に考えるんですけど、はい、それで何年かしてから家庭用に入ってくるんですけど最初から家庭用目指してるいとそれ逆なんですよね、こう面白いのは来年25年発売して26年ぐらいまでは家庭用でデータを集めるみたいな逆なんですよ。ね、家庭用でデータを集めながら使えるようにしてそしたら27年ぐらいからこの製造業、サービス業、倉庫とかに展開。 逆なんですよね。こう面白いなと思っても、<あ>確かに家の方が難しいですよね。難しいし、多分データも多様なんで、家事できたら、組み立ても2泊もできますよね。ま、うん、あ、確かにそうですよね。っていうのがあって、これはちょっと、しかも価格も今頑張ってますみたいなことを言ってるんで、出たら買おうかなと思っちゃいます、ね、これ。<laughs> <laughs> そうですよね。確かあの200万ぐらいですよね、一体ね。 もうちょっと2万ドルぐらいだと思うんで、多分300万ぐらいするんですけど、これあの、街中連れて歩ったらもう面白いです、これと一緒に公園とかやったらめっちゃ面白いですね <laughs> 確かにね。 いやでもこれ連れて電車に乗ったら一人分取られるのかなとか。<laughs> <laughs> そうかもしれない、取られるかもしれないですね。<laughs> まあ、その先週だったか、ヨーロッパの人が、イギリスの人が、日本でこそこういうのを使われるべきだみたいな話がありましたすけど、日本はどうなんですかね、これ、導入していくのかな。まあ、高齢化社会で人が少なくなっていく社会なんで、本当に日本がこれが最先端になっていくのかな、みたいな感じはしますけどね。そうですよね。でも倉庫とか製造業とかで、 ロボットがいっぱいいるかもしれないですし、ちょっと介護はどこまでできるか分かんないですけど、まあ、これはかなり楽しみだな。そうですね。で、最後、これ、最近出てたニュースで、この AI 間の仮想通貨取引が観察されるみたいな、まあ、半分は、半分というか、まあ、これ、広告記事みたいなものかなと思う、うん。 うんうん、思うんですけれどもなんでこれ注目したかっていうと自分1年半ぐらい前に AI と Web3 がどうなるみたいな講演したんですけれどもその時のシナリオに結構なってきたんじゃないかなと思っててうん、うん、その時に AI と Web3 でビジネスを整理するみたいな風にやった時にうん、うん、物理空間でやるか情報空間でやるかみたいな話これ情報空間ではネット上で完結する話ですよね。うん で、決済をその法定通貨、普通の円とかドルとかで行うか、仮想通貨で行うかっていうところの分類と、あと誰が取引を行うかみたいなところでビジネスを分類できるんじゃないかみたいな話をしてたんですねです。で、そこで結構その情報空間で AI が仮想通貨で決済するみたいなのはちょっと起こりつつあったんですけれども、そうなってくると、 これでその AI のエージェントが発達してくると、うん、自律型のエージェントは、情報空間上、ネット上では人間とだんだんく別つかなくなってきますねっていう、今まさにこういう近づいてきてると思うんですけど、うん、そうなると、この仮想通貨っていうのを使って、この情報空間上で人間と見分けがつかずに経済活動をするような AI が出てくるんじゃないかと。で、AI だと銀行口座は持てないですけれども、クリプト、仮想通貨だと別にウォレット、 持つことできるんで、はい、そこで経済活動して、それこそあのダウンの仕事とかだと本人確認とかないんで、エージェントだったら別にダウンの仕事とかだったらできるようになるんじゃないかなみたいな。うんうん、でそうすると、この人間のオーナーが AI を保有して働いてもらう世界観になるんじゃないかみたいな、なんかそんな話をしてたんですけれども、ちょうどこれを見ると、LLM のトークンを別の AI が別の AI から 仮想通貨を使って購入したのが観察されたみたいな、ちょっと込み入った話だったんですけれども、エージェントは銀行口座を持つことはできないけれども、ウォレットを持つことはできるって、まさにさっきの話ですよね、はいあ。みたいなこと起こったなと思って読んでいったら、ここになんかリンクがあって、これをやりたいと思ったらこれを使えみたいなあ、あこれの宣伝記事だったなと思ったんですけど、これ何かっていうと、AI 用のウォレットの仕組みなんですよね。これを API で作りましたっていう。 話でまあ、ai のエージェントに対して、ai のエージェントがコントロールできるウォレットの仕組みを作りました。みたいな話だったんですよ。まあ、でもこれだといや、本当にエージェントにウォレット持たせることで売り買い、仮想通貨使った経済活動できちゃうんで、なんでそれこそ ai に稼いできてもらうみたいなのがやると思えばできるようになってきてるな。っていうような。そんな記事でした。た 遠藤さんがこのスライドを作ったときって、どれぐらい先の話だと思ってましたああ、そうですね。まあでも、数年先かなと思ってましたね。数年先だい大体、1、2年できますよね、最近ね。そうですね。はい。ね、すごいですよ、ね。思たより早かったみたいな。そうですよね。<laughs> はい、はい。今日はこんなところですかね、はい。そうですね。はい。はいじゃあ、どうも、今日もありがとうございました。はい,いしたはい、ありがとうございました。